ガルダンヌは、フランス、プロヴァンス・アルプ・コート・ダ・ジュール地域圏、ブーシュイ・コール・デュローヌ圏のコミューン。ガルダンヌの位置、エクス・アン・プロヴァンスの南約15マイル、マルセイユの北25キロメートル地点に位置する。ガルダンヌは、地理的、行政上、歴史的にも、プロヴァンスの鉱山地帯の中心である。新石器時代である、紀元前4世紀頃の定住地跡が見つかっているが、 ガルダンヌの街としての形態が現れるのは中世である。この時カストゥルムが南の緩やかな丘の上に築かれていた。カストゥルムについては11世紀のサンビクトールドマルセイユ修道院の特許状大長の中で触れられている。この後ノートルダム教区教会が中世を通じてガルダンヌは壁で覆われ貴族の家系がガルダンヌ領主となっていた。シチリア王にして プロバンス博のルネ・ダンジューは1454年から1480年までガルダンヌの領主となって行政を司った。ルネはガルダンヌに城を建て余暇を過ごした。ガルダンヌは後、ホルバン家の領地となった。1676年、ガルダンヌ住民は13万4千リーブルを払って土地を王から取得し、先制的な領主から解放された。 17世紀から炭鉱業が盛んとなり、芝叩く間に木材の不足を補うために石炭が求められ、地域に影響を与えるようになった。19世紀、石炭産業は近代化された。マルセイユにあるオリーブ油抽出の工場、タイル製造、石鹸製造の工場に燃料を供給した。主として農村であったガルダンヌは、市外の拡張。 鉄道の到来で姿を変えた。画家ポールセザンヌは1885年から1886年にかけての15ヶ月間をガルダンヌで過ごしている。19世紀終わりのペシネー社のアルミニウム製造工場設置、ビベル地区の鉱山は鉱山の自治体への転換点となった。人口が急激に増加し、イタリア、ポーランド、チェコスロバキア、アルメニア、スペイン、 北アフリカからの労働者が流入した。彼らは貧困や戦争で国を出てきた人々でアルミニウム製造業や鉱山、町の商店に勤めた。アルミニウム製造には多くのエネルギーが必要なため、大戦後には石炭燃料を原料とする火力発電所が設置された。1949年には最高を記録した鉱山労働者の数は2003年に閉山となるまで。 緩やかに減少した。1893年に創業したペシネー社の工場は、現在リオティンとアルキャンの傘下となり、従業員400人、下請け労働者250人が働いている。ギニアから輸入された防気サイトをアルミナに加工する、フランス国内唯一の工場である。工業用セラミックス、特殊な耐火ガラスとの組成にアルミナが用いられる。 ソースイコールイフヘスイアイネスイエー。ありがとうございます。